トをご覧の皆さん、こんにちは。ミリタリーユニットベレーズのブルーベレー岸本すみれです。今日は原宿駅に来ています。あいにくの雨なんですが、これから7月に創刊されるミリタリー雑誌ピースコンバット編集部へお邪魔したいと思います。お楽しみに。ミリタリー雑誌あんまり読んだことなくて、一回立ち読みで、すごい難しそうな名前で全然わかんなかったです。2回目のサバゲー行ったんですけど、まだ銃の名前とかルールもまだよくわかってないので、ちょっと雑誌とか見て勉強したいですね。フランスワールドジャパンさんに着きました。では中に入ってみたいと思います。はじめまして。ミリタリーユニットベレーズの岸本すみれと申します。よろしくお願いします。すみれちゃん、よろしくお願いします。ピースコンバット編集部編集長の井上慎と申します。よろしくお願いします。我々トランスワールドジャパンという出版社なんですけれども、スケートボードの雑誌とか、スノーボードの雑誌とか、あとはファッション誌のワープマガジンとか、スミレちゃん知ってるかどうかあれなんですけど、こっちがちょっとファッションのコンセプトが強い雑誌を創刊してる会社でして、今回ピースコンバットという、ちょっとファッション色の強い、サバイバルゲームやミリタリーカルチャーをみたいな、雑誌を7月の13日に創刊することになってます。今回の表紙は、坊塚洋介君、俳優さんで、今レゲエの歌い手さんとしても活躍してくれてる人なんですけど、知ってますか？顔はちょっと見たことある。雰囲気がまた違う、今までのようなサバイバルゲームの雑誌とか、そういったものとかちょっと変わった感じのニュアンスになる雑誌になるので、実は今日ちょっとお願いがありましてですね、このピースコンバットさんに、ベレーズを載せていただけませんでしょうか。お願いします。何ですか、締め切りまであと1週間でそこをなんとか。もう全部もうページもね、できちゃってるんだよね、結構ある程度は。いやー、ちょっとでいいんで、ちょっとお願いします。なるほど、わかりました。じゃあちょっと考えて、すべての資料を使って、ちょっと考えてみます。ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。いえいえ、こちらこそ応援、これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。やった。こっちいいですよ。どうぞ。いらっしゃい。お邪魔します。どうぞどうぞ。鏡とか。大丈夫ですか。悪い、頑張れ。バッチリだと思います。今日はシフトもっと斜めとかにすると。ありがとうございました。頑張ってくれたまえ。頑張ります。おっす。1月13日ピースコンバット発売、お楽しみに。ごめん、俺すげえ笑っちゃってると思う。まさかちょっと撮影なんて本格的にしてもらえるとは思ってなかったんですけど、カイトと白いやつ、なんかすごいでっかいカメラで撮ってもらって、でも緊張して、もう本屋さんでぜひピースコンバットあると思うので、多分すごいちっちゃく載ってるとは思うんですけども、ぜひ探して買って読んでみてください。それではまた、さよなら。